皆さん、はじめまして。山梨県のプレイズレポーター、ホープチャペル宣教師の木下恵美子です。今回は4月に完成したクリスチャンの共同墓地、命の門のレポートをいたします。風光明媚な山梨県北杜市長坂町にある南アルプス八ヶ岳が見える絶景の高台に、クリスチャンの共同墓地、命の門が立ちました。命の門には、聖書を広げたような大きな墓碑、中央に十字架がくり抜かれ、全面石張りの床にも、命の門と書かれた十字架、また御言葉、聖書由来のイラストなどもあり、キリストを信じて死を迎える天国への希望が表現されています。命の門の建設のきっかけになったことは、2011年3月11日、あの東日本大震災で、私の郷里、宮城県女川町を巨大津波が襲い、母、平塚よしみと妹、平塚瑠璃子を亡くしたことです。現在定住しております山梨県北杜市の共同墓地に、家族墓地を建てようと建設計画を立てました。しかし、クリスチャン迫害の歴史のある日本では、お寺さんとの関係で家族の納骨場所に困っている人も多いとの情報を受け、クリスチャンの共同墓地として建設することに変更しました。利用資格対象ですが、この共同墓地はクリスチャンやその家族、またノンクリスチャンでも希望するすべての人に安価でご利用いただけます。ご興味のある方はお問い合わせください。ファックス番号0551-35-3818、またはメールアドレス命の門@bla-co.com までご連絡ください。命の門は3月11日の完成予定でしたが、今年の2月の大雪で工事が遅れ、4月に墓地が完成しました。そして4月12日に私の母と妹2人の3周年記念会を行いました。4月12日土曜日当日は、天候に恵まれ、家族や親族、そして地元の関係協会の兄弟姉妹、友人の方々など約30名の参列がありました。長坂エマオ教会の加藤喜右衛門牧師が指揮をし、教会のバイオリンの先生田島氏の伴奏で行われました。希望あふれるクリスチャン墓地での記念会は、参列者に良き影響を与えました。今やクリスチャンの共同墓地命の門が話題になり、朝日新聞、共同通信社などの一般新聞の取材掲載や、地域の葬儀社の方からクリスチャンの死生観についての講演依頼があったりと、良き伝道の広がりを見せています。これからの地域での命の門ですが、完成以来多くの方が見に来られ、地元では丘の上に十字架が見える墓地と話題になっています。また県内の教会の牧師先生に、キリスト教式の納骨式のお願いをしていこうと考えています。これは教会での結婚式を超えるクリスチャンの良き伝道になると確信しています。以上、山梨県北杜市からホープチャペル宣教師木下恵美子がレポートいたしました。